ダウフェンドレヒト駅は、オランダのアウデル・アムステル市、ダウフェンドレヒト地区にある、オランダ鉄道の駅。隣接する、アムステルダム市営交通会社のダウフェンドレヒト駅を、含める場合もある。この駅は、ウェイスプ駅とライデン中央駅を結ぶ、東西路線と、アムステルダム中央駅とジェフェナール駅を結ぶ、南北路線が直角に交わる位置にあり、東西路線が仮想外。 南北路線が上層階に乗り入れ立体交差している。アムステルダム市街への長距離客が、市内交通のメトロと乗り換える、乗り換え駅ともなっており、乗降客は多い。アムステルダム中央駅、ザアンダム駅、アルクマール、アウトヘイスト方面アムステルダム南駅、スキポール駅方面、ベースプレイリースタット方面ベースプヒルバーサム方面アムステルダムベルマーアレーナ駅、ハウダ、 ロッテルダム中央駅方面ユトレヒト、アイント方面、マーストリヒト方面仮想会には NS の島式2面2線のホーム及びメインコンコースが上層階には NS と GVB の島式2面4線のホームがある。この駅はアムステルダム市南東区の北西端の住宅街と接しており、駅の東側は住宅街となっている。 1993年にアムステルダムライ駅からベースプ駅への東西の延伸路線が建設された時に南北路線との乗り換え駅として建設された。なお2006年にアムステルダムライ駅からアムステルダムベールマーアレーナ駅へ直通する迂回路線ができた後はスキポール駅方面からユトレヒト中央駅方面にへ直通列車が走るようになったためこの駅の発着数が 大幅に削減された。また、この迂回路線にはプラットフォームがないため、当駅は通過することになる。南北路線東西路線、ありがとうございます。